さあ各ライダー1周のサイティングラップを終えましてダミーグリッドに入ってまいりました。今大会残念ながら予選タイムアタックができないということから、このクラスもですね、予選決勝グリッド順は石鹸順、まあ、つまりはですね、昨シーズンの、結果とそして、エントリーの早かった順でですね、今大会グリッドが決まる形となりました。さあそれでは2017シライト TT93 ライディングスポーツカップ第1戦 SP12 クラス決勝グリッドをご紹介いたしましょう。まずは絶景1番浅川武史、チームオハモト、マシンガン NSR50、 ゼッケン5番河合圭則人、パスファインダー。3番グリッドからゼッケン7番矢口久志、ジャックポット。4番グリッドゼッケン11番長岡剛司、モーターサイクルタイヤシステムプラスユージ。2列目5番グリッドからゼッケン15番の有馬直樹、ジベット。6番グリッドゼッケン22番の吉田信也、 YUE& セクレ&モーターサイクルタイヤシステム。7番グリッドからはゼッケン23番佐藤智也、 ONCT 二輪部カッコ狩り。3列目8番グリッドからはゼッケン26番竹内健太、ソルティープラス110ファクター。9番グリッドゼッケン34番笹本直樹、ソルティドッグプラスカムイ甲府。10番グリッドから71番伊藤信夫、そして11番グリッドからは75番中澤颯、ワークス中里&秋山工業炎レーシング。以上11名のライダーが出走いたします SP12 クラス。さあミニバイク界の最強クラスといっても過言ではないかもしれません SP50 クラス、 SP12 クラス、数多くのスターライダーたちが生み出されましたこのクラスで、さあ今大会はシライトスピードランドの SP12 クラスを制するのはどのライダーか。おっと全然11番のマシンにエンジンに火が入らない。あ、長岡のマシン、なんとかこのですね、このですね天候がキープできれば周回数12周の争い最後まで戦えるものと思われます。さあまずはポルシッタゼッケン1番、昨シーズン初めてチャンピオンを獲得することができました浅川武史がグリッドにロックオン。2番グリッドからゼッケン5番の河合家、さらには7番グリッド矢口久志が、そして11番の長岡忠司が今ロックオン。フロントロー4台のマシンが揃いました。コントロールライン上、レッドフラッグがゆっくりと退場、まもなくスタート。シグナルがレッドから、ブラックアウト、各ライダー一斉にスタート。浅川がいいスタートを見せた。いや、ゼッケン5番のカウンティが、そしてそのアウト側から赤いマシンが見えます。さあ4番手あたりから一気にジャンプアップしていったライダーが1台、こちらはゼッケン22番の吉田ですね。1番22番5番11番、1台飛んで7番といったオーダーで各ライダーバックストレートを駆け抜けていきます。さてまたもやローポイントコーナーの方から白濁した空気がこちらシライトスピードランドに流れ込んでまいりました。トップのマシンがダンロップ地形に飛び込んでいき、そしてローポイントコーナーへ。トップ浅川が非常にいいペースで飛ばします。オープニングラップを取ったのはゼッケン1浅川、2番手に21番の吉田、3番手には5番の河合家、続いて11番のダンロップ地形コーナーです。さらにその後方アルバ、竹内、佐藤、中澤、笹本といったオーダーです。あと伊藤ですね、伊藤といったオーダーです。さあオープニングラップから飛び出してまいりました浅川武史、2番手には吉田がつけておりますが、オープニングラップで1秒593のビハインドを追ってしまいました。さらにその後方間が空きまして吉田と川池のタイムディファレンスは2秒ほど開いております。さあ3番手にはこちら川池に変わりまして長岡がつけておりますね。長岡が3番手にジャンプアップ、長岡は先ほどの周回まで4番手でしたがこの周回で3番手に浮上です。その後方川池、さらに長岡、いや長岡が3番手ですか、いや川池、長岡です、長岡です、長岡が3番手、そして川池、有馬、矢口、竹内、佐藤、中澤、笹本、伊藤と続きます。伊藤はいません、いないようですね。伊藤のトランスフォーマーが取れてないようです。さあやはり伊藤はいないようですね。71番伊藤はいないようです。さあトップ浅川が今コントロールラインを通過、周回数3周を終えまして残り周回は9周、まだまだ始まったばかり。2番手ゼッケン22番の吉田が必死に浅川を追い上げようとしておりますが、この周回ですね1秒9のビハインドを取ります。さあそしてラップタイム、先ほどのラップタイムを見ますとですねほぼ互角、40秒21といったタイム、こちらですねほぼ互角のタイムでレースの方周回を消化する形となっております。
3番手ゼッケン11番の長尾のタイムは42秒548、トップ浅川、吉田から約2秒落ちのラップを刻むという形になっている。さあということはやはりトップ2番手の浅川、そして吉田のタイムがずば抜けているということが伺い知れます。さあその浅川が今コントロールラインを通過、周回数4周を得て残り周回は8周、続いて吉田がチェックコントロールラインを通過。さあ間が空きまして3番手11番の長岡、さらに7番の矢口が空きまして、矢口が川池をかわしまして矢口4番手に浮上です。さあその矢口が第3コーナーで長岡をパスいたしまして3番手に浮上、矢口3番手、4番手長岡、5番手川池、6番手有馬といったオーダーです。さあトップの2台を見ますとですね、先ほどの周回吉田が40秒315とですねパーセスですか、パーセスはないんですが浅川よりも速いタイムを進んでいます。さあしかし浅川この周回39秒台に入れてまいりました。吉田は及ばず40秒214というタイム、浅川が吉田を再び引き離しにかかります。3番手矢口が先ほどの周回長岡をかわしまして、かわしております。これで3番手に浮上という矢口、1つ順位を落としてしまった長岡ですが、長岡やりペースが上がっていませんね。長岡43秒台での走行となっております。一方で矢口は42秒245というタイム、さあ前を走ります。吉田を追い上げようというところですが、吉田と矢口のタイムはほぼ互角、あっと危ない。さあ トップを走ります浅川、1コーナーでギアを大きく流してしまいました。しかしながらその暴れるギアを抑えて1コーナー飛び込んでまいりました。さあ浅川が40秒100、吉田は40秒369、やはりですね、やはりですね、浅川が吉田をじわじわと引き離しているような形となっております。しかしですね、見た感じではあるんですがさほど差は開いてないと思われますね。さあそしてローポイントコーナー、だいぶ視界が悪くなってまいりました。ここ白井のスピードランド、浅川が今コントロールラインですが、浅川もちょっとシールドが曇っているようですね。浅川自身も視界の不良に悩まされているようです。今一瞬ホームスレッドで、シールドを上げまして、中のですね、シールドを拭くというそういった仕草を見せました浅川。さあやはりフロントタイヤもだいぶ上がれております、浅川のマシン。そして吉田が先ほどの周回39秒991を39秒9秒台に入れてまいりました。一方で浅川は41秒台ぐっとですね詰めてまいりました。吉田3番手矢口、4番手に長岡、5番手川池といったオーダー。さあその後方から有馬が追い上げてまいります。さてこの周回はやはり吉田が浅川を追い上げているぞ。コンマ1秒ではありますが吉田が浅川のタイムを上回っております。さあそのトップを走ります浅川の前にはゼッケン23番佐藤智也がバックマーカーとして、あっと転倒、これは浅川です。ゼットコーナー入り口、浅川が転倒。後ろから迫り来る吉田のプレッシャーに押し潰されたか。さあ浅川が一度マシンを引き起こしましたが、またもにちょっとマシンを倒してしまいましたね。さあ浅川何かダメージ大きいようです。さあ浅川のダメージが心配されます。あと丸印がしました。浅川自身は大丈夫ですね、大きなダメージ大きかったというふうに今、話してしまいましたが、どうやらですね大きなダメージはないようです。さあここで一応ですね、レースの方に目を移してみましょう。現在のところレースをリードするのは浅川の脱落により22番の吉田がトップに立つ形となります。その吉田が今コントロールラインを通過、1台のバックマーカーを挟みまして2番手に綾口がつけているはずなんですが、矢口が今最終コーナーを立ち上がってくるというところです。さあこれでトップ吉田、そして矢口のタイムリーペースは20秒という形になりました。周回数10周を終えて残り周回は2周というところ、まだ視界は確保されているのでレースはこのまま続行される模様です。
トップ22番吉田がコントローラーに帰ってまいりました。その後方、矢口、長岡、河池、有馬、中澤、佐藤といったオーダーです。トップ吉田はファイナルラップに入っております。その吉田今バックストレートから Z コーナーへ、そしてソックスカーブに入ってまいりました。ライディングスポーツ看板前を抜けまして、ダンロップ地点に飛び込んでいくグリーンのつなぎ、吉田がローポイントコーナーをクリアいたしまして、今最終コーナーを立ち上がりトップでチェッカー、ゼッケン22番吉田晋也がSP12 クラスを開幕戦を制しました。そして1台バックマーカーを挟みまして、バックマーカーとなりました23番の佐藤智也、そしてその後方矢口久志、ジャックポットが2番手でチェッカー、3番手11番の長岡、4番手川池という順です。そして5番手ゼッケン15番アニマルの最後のライダーになります。6番手75番中澤颯がチェッカーフラッグを受けまして、 SP12 クラスここで幕を閉じます。さあ全ライダーがチェッカーフラッグを受けまして、 SP クラス今日勝機を持ちましてのウィニングラン、ゼッケン22番吉田晋也、 YUE& セグレ&モーターサイクルタイヤシステム、パドックからは大きな声援が湧きます。 SP12 クラス決勝レース見事を制しました22番吉田晋也が嬉しいウィニングランを行っております。さあ以上をもちまして全ての、レースプログラムが終了となりました。